両来は、中華民国の軍人。国民革命軍に属す一方で、新構成派の有力幹部の一人でもある。字は、ツバメの王。1906年、慶林に向かい、後世陸軍小学堂、第二期で学ぶ。1911年に卒業し、湖北陸軍第三中学、第二期生となった。武将記儀が勃発すると、両来も革命派として参戦し、 新朝軍との戦いで負傷している。中華民国成立後の1913年に陸軍第一予備学校に入学。その翌年には保定陸軍軍艦学校に進学して第二期生となった。1916年6月に卒業している。卒業後は湖南省の将軍に配属され、軍校を重ねて1920年には団長にまで昇進した。 1926年6月、将軍の統制地が国民革命軍に益死して、第8軍軍長となると、これに属していた両来も、第8軍第4私副市長に任ぜられた。両も党に従って北伐に参加し、北京政府軍との戦いで軍港を挙げた。10月に武漢を攻略すると、第8軍は3個軍を抱える集団軍に拡充され、 領はそのうちの一軍である第36軍で第一支市長となっている。1927年10月、冥冠戦争が勃発すると、領は統制地に従い新構成派の理想人、白、高敷らと戦った。しかし党は敗北してげアし、領は湖北省に止まって、白に降伏、新構成派に組み込まれることになる。その結果、軍の再編に伴い両は、 国民革命軍第36軍軍長に昇進した。まもなく、両来は新興制派の第4集団軍の一翼を担うことになり、再開された北伐でも北京攻略に貢献する軍港を挙げている。北伐完了後、両は第36軍を率いて東山に駐屯し、1929年1月軍縮に伴い、第36軍は、 第53史に縮小されたが引き続き、両が市長を務めた。1929年3月、小桂戦争が勃発すると、両来は、小海石からの離反のそそのかしにもかかわらず、新公制派支示を堅持する。両は北方に止まっていた城、高敷を後世に脱出させるなど支援した後、自身は小への抗議の意味も込めて、市長を辞任、下野した。 1930年、両は、白の要請に応じて、厚生省へ戻り、森東急国軍に全敵総指揮部参謀長として、起用された。3月、森東急国軍が第一方面軍に、改組されると、両は、同方面軍第七軍副軍長兼参謀長となり、中原大戦で、小海石軍と交戦している。中原大戦自体は新構成派など、 反昇派の敗北に終わったものの、両らは、後世へ進行してきた、老男率いる雲南軍の撃退には成功した。1931年1月、両来は、第七軍軍長に昇進し、劉州に駐屯している。新後世派による後世統治においては、両は軍事的統制の面で力を振るった。例えば1929年末からの中国、 共産党放棄や1933年の八王族放棄は、両来がその鎮圧を主導している。しかし1934年からの皇軍の調整に、際しては、両はこれを迎撃したものの各地で反撃に遭い、損害も大きかった。1937年、日中戦争が勃発すると、両来は、第11集団軍副総司令兼第7、軍軍長に任ぜられ、 第五戦区で日本軍を迎撃した。同年10月、両は第21集団軍総司令権第48軍軍長に昇進、上海方面へ向かい日本軍と交戦している。この交戦で両の軍は損害が大きく、一旦湖南省で再編に努めた後、翌1938年春に暗記省入りする。同年4月、徐州方面で 日本軍を迎撃し、これと交戦した。9月、両来は引き続き前線指揮を取る理想人の後任として、暗記省政府主席に任命された。翌月には、予学官兼区遊撃兵団司令も兼ねている。両は暗記省を、後日のための基地とすべく、軍事訓練の政治化や行政機構の改革を推進し、一定の成果を上げた。また、 新四軍との連携も進展させるなど、要求的な姿勢も示している。しかしこの要求的な姿勢は、暗記省内の CC 派や、同じ新構成派の離品線ら反共勢力の批判や、反発を招くことになり、両はこれらへの対応にも苦慮した。1939年10月23日、両来は、脳一血で突然倒れ、そのまま死去した。去年50、その後、 リシナ選が公認の暗記症政府主席となり、要求路線は反響路線へと転換されていくことになる。ありがとうございます。